これからこのフェリー乗って石垣に行きます。余裕持ったね、アイコ。もうすぐ石垣に着く。ああ、石垣に着いた。このフェリー、高速船より本当に良かった。そんなに揺れてない。ああ、じゃあ次の船に行こう。なんとか4時10分の船に間に合った。本当にギリギリよ。でこれからユリを持って上原に行く。はい、はい、足元気をつけてね。私たちの部屋、畳、小さいけど、布団、景色も悪くないし、今日一日中移動していて、もうみんな疲れてるから、ちょっとゆっくりする。まずはワンハ食べて、その後もしかしてサンセット見に行こうかなと。刺身もたっぷりもらったので、最高の晩ご飯。あともちろん天ぷら、天ぷらめっちゃ大好きで。どんな量でも食べれる。これからちょっと弾丸夕日見に行ってくるけど、間に合うかどうかわからない、うん、ちょっと時間ギリギリなんで。ここは夕日早いな。7時10分 ?20 分ぐらい。うん、早い。おはようございます。西表に着きました。で今日はちゃんと、うん、何しろ、まずビーチに行って、その後ダイビングしに行きます。ダイビングはアイコ結構好きで、俺は、まあ、ほぼ初めてで、ちょっと体験ダイビングをしたいと思います。でまずビーチに行ってみましょう。パイナップル畑、現地指導開始。多分近くから初めてパイナップルの畑見ると思う。実はヨーロッパではあまりあのパイナップルはどういう風に作られてるかよくわからない人もいっぱいいると思いますね。で私にとってもちょっと不思議な感じだね。これからビーチタイムです。私はハンバーガーにしよう。でその後はダイビングに行くから早く食べなきゃ。これから港行って船乗って体験ダイビングしてみよう。はい、大丈夫？頭結構ぶつけて。
大丈夫でした。最高。しかも、カメもいたし、綺麗な写真映像が撮れたので、超満足。沖縄のダイビング、最高。沖縄のダイビングいかがでしたか？私にとって日本では初めてダイビングしたんですね。人生で2回目。1回目はエジプトでちょっと体験ダイビングしたんですけれども、今回も体験ダイビングして結構綺麗に優しく指導していただいて、さまざまな綺麗なお魚とあとカメも見たので、すごい本当に感動したのでかなり満足。だからダイビングは大成功だと思います。ぜひもしこのエピソード好きだったらコメントと登録お願いします。また明日沖縄のアドベンチャー続きますので、ぜひ見てください。パパ。